はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、建築基準法上の道路について解説いたします。前回の接道義務の動画でお話ししたんですけども、敷地に建物を建てるためには、敷地がこの道路、建築基準法上の道路に2メーター以上接していなきゃいけませんよっていうお話をしました。これが敷地、土地だったと仮定して、この土地に建物を建てたいと思った時、ここの前に道路があって、この道路接していましたと。ここが2メーター以上ないと、この土地に建物を原則建てることができませんよっていうお話をしたんですね。その際、この道路、全面道路っていうんですけども、敷地に接しているこの道路っていうのは建築基準法上の道路じゃないとダメですよって言いました。で、その動画では建築基準法上の道路ってどんなものかまでは詳しく説明していなかったので、まあ、今回の動画でそれを解説していきます。大きく分けて、幅員が4メーター以上、幅員っていうのはこの道路の幅ですね。道路の幅が4メーター以上なのか4メーター未満なのかですね。道路の幅ですね、幅が4メーター以上か4メーター未満かで分けます。で、まず4メーター以上の場合を考えます。まあ、4メーター以上の場合はもう基本的には、まあ、建築基準法上の道路って考えてもらって大丈夫です。ただ、まあ、どんなものがあるのかちょっと細かく分解したのがここの内容なんですね。まず一つ目が道路法による道路、例えば国道だったり県道だったり市道だったり、そういったものですね。で、二つ目が開発道路、これは開発許可とかを受けて開発行為を行います。広い土地があって、で、その広い土地の中で、例えばこっちに5区画、こっちに5区画で真ん中に道路を入れますみたいな感じで、その広い土地の中に道路を作ったりするんですね。まあ、これが開発道路です。で、新たにこれ道路を作るわけなんで、もう基本的には4メーター以上なんですね。まあ、通常6メーターぐらい取る場合が多いですね。まあ、そういったものも建築基準法上の道路に当たりますよってことです。で、3つ目が既存道路と呼ばれるもので、この建築基準法っていうのは昭和25年に施行されたんですよ。で、それよりも前からある幅員4メーター以上の道路については建築基準法上の道路となります。で、4つ目が計画道路ですね。まあ、今現状は道路じゃないんだけれども、2年以内に事業の執行予定で、つまり2年以内にこの道路っていうものを作りますよ、今は計画段階だけども、2年以内にもう作りますよ、そして特定行政庁が指定したもの、これが計画道路です。つまり2年以内に工事を行って、で、かつ特定行政庁、まあ、知事とかですね、市長さんとかが指定したものについては計画道路として建築基準法上の道路に当たりますよってことです。で、5つ目が位置指定道路、この位置指定道路っていうのは市道で、市道っていうのは国とか県とか市とかが所有していない、一個人が所有している道路を言います。そういった市道で敷地としての基準を満たしていて、特定行政庁から位置の指定を受けたもの、つまり市道があって、ここについてはじゃあ位置指定道路として指定しますよっていうふうに指定を受けたものですね。これが位置指定道路です。で、ここに市道をって書いてあるんですけども、ここから1から4っていうのは基本的にはこれ公道なんですよ。公道、まあ、3についてはこれ市道も含んでくるんですけども、一般的には公道がやっぱ多いんですね。ただこの5番についてはもうこれ市道の話をしてるんですよ。市道であったとしても、特定行政庁からこの部分って位置の指定を受けているのであれば、その部分については位置指定道路として建築基準法上の道路になりますよっていう話です。で、これらの道路に2メーター以上を敷地が接しているのであれば、その敷地については建物を建てていいですよっていう話ですね。まあ、これが前回の接道義務の内容です。で、もう一つ、これは幅員が4メーター未満の場合です。これまで話してきた1から5については、道路の幅が4メーター以上の話なんですけれども、今からお話しするのはこれ4メーター未満、つまり狭い道路の話なんですね。で、この狭い道路であったとしても、建築基準法上の道路になる場合があります。それは何かというと、二項道路と呼ばれるものです。二項道路。で、二項道路ってどんなものかっていうと、
丸三の場合で、丸三っていうのはこれですね。つまり、まあ、昔からある道です。昔からある道で、すでに建物が立ち並んでいて、で、かつ特定行政庁が指定したもの。つまり建築基準法が施行された当時、道路が狭かったんですね。でももうすでにそこには建物が並んでいた、立ち並んでいた。そういったところであったとしても、特定行政庁がここは建築基準法上の道路だよって指定したのであれば、それは二項道路として建築基準法上の道路に当たりますよと。つまりそういった狭い道に接しているこう敷地であったとしても、建て替えができますよってことですね。通常狭かったら全面道路がこれ4メーター未満だったらこれ建て替えができないんですね。でも特定行政庁が指定したのであればそこは建て替えができますよっていうのが二項道路です。で、この二項道路については次の動画でちょっと細かくお伝えします。これ建て替えをする際にセットバックっていうことをやらないといけないんですね。なんで次の動画ではその点を含めて解説していこうと思います。今回は建築基準法上の道路としてどんなものがあるのかっていうのをお伝えをしました。ざっくり言うと、まず幅員4メーター以上の道路っていうのは基本的にはもう建築基準法上の道路って考えてもらって大丈夫です。で、注意が必要なのは計画道路の部分ですね、まず。計画道路については2年以内に事業を執行する予定がある。つまり2年以内に工事を始める予定があって、で、特定行政庁が指定したものでないと、これは計画道路として建築基準法上の道路になりませんよってことですね。で、位置指定道路については、もうこの位置指定って書いてある通り、特定行政庁から位置の指定を受けたものなんだっていうことですね。まあ、指導っていうのを、まあ、できれば覚えた方がいいですけど、まあ、ここが、宅建の問題としてね、試験で出るってことはあまりありませんので、まあ、それほど気にしなくてもいいでしょう。で、注意が必要なのは、幅員4メーター未満の道路についてです。幅員4メーター未満の道路っていうのは、原則建築基準法上の道路には当たらないんですけれども、特定行政庁が指定したものについては、これは建築基準法上の道路に含まれるんですよってことですね。ここまでですね、今回の動画で頭に入れていただければと思います。でもし、宅建の勉強をしていて、なかなかわからないなっていう方は、ぜひこの動画の下の概要欄に、お問い合わせのリンク貼っておきますので、そちらから勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方とか、そういった部分については無料でアドバイスさせていただいておりますので、ぜひお気軽にメールいただければと思います。ただ、過去問の解説とかテキストの解説みたいな細かい解説については、個別指導の受講者さんのみ解説させていただいておりますので、その点はご了承いただければと思います。宅建試験は勉強の仕方を間違えなければ、1回で合格できる資格なんで、ぜひ次の試験で合格していただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。